しくじ平成23年の終止を迎え、鹿沼市消防磯見式が挙行されるあたり、市議会を代表いたしまして一言お祝いの言葉を申し上げます。近年生活様式の変化等に伴い、火災や災害の様相は複雑多様化の傾向にあります。本市の火災件数は過去5年間では毎年50件前後で推移しておりますが、特に空気が乾燥する1月から3月までの3ヶ月間においては多く発生しているとのことであります。尊い人命と多くの財産が消失してしまいますことは誠に憂慮すべきことであります。こうした事態に適切に対処し、被害を最小限にとどめるために装備並びに施設の充実はもとより、平素からの絶え間の消防活動の訓練が大切となってまいります。今後も協力体制を綿密にし、火災や災害などの危機管理のためご連絡いただきますようお願いを申し上げます。式典終了後には分裂行進および被災防水訓練が予定されておりますが、日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮され、その消防技術水準の高さを市民の皆様に示していただきますようお願いをいたす次第であります。また先ほど長年にわたりご活躍され、その功績が認められました方々並びに分団に対しまして、模範消防団員表彰をはじめ、永年勤続優秀分団、優良分団、努力分団、特別功労分団、無火災分団などの表彰並びに感謝状の贈呈が行われました。受賞されました皆様、誠におめでとうございます。心からお喜びを申し上げますとともに、今後さらなるご活躍を期待申し上げます。結びに鹿沼市消防本部並びに鹿沼市消防団のますますのご発展と、ご参集の皆様方のご健勝をご記念申し上げます。市議会を代表しましての挨拶とさせていただきます。平成23年1月10日鹿沼市市議会議長飯塚正人。Thank you.